どうもこんにちは、松井塾の松井です。冬休みの勉強というふうな形になるので、まずしっかりと見ていきましょうということになります。はい。冬休みの勉強をするときに一番大切なことは何かということになるんですが、毎日の生活リズムというのが大事になってきます。もうこれは特に受験生とかいう方に関しては大事になってきますという形になります。はい。要するに、夜中遅くまで起きてるとかね。朝早くまで起きてると、朝遅くに起きるとかね。だらだらしたようなボケた生活しとってあきませんよ、という話になるわけです。だから、きちんと寝て、きちんと朝起きて、そして勉強をする。これが大事なことです。きちんと寝て、きちんと朝起きて、しっかりと勉強をする。この生活のリズムをするだけで、要するに成績はだいぶ変わってきます。はい。だから、毎日の生活リズムを要するにきちんとやりましょうね、ということです。で、特に、中学受験、高校受験、大学受験、全部一緒なんですけど、夜型のリズムになっている人、これは気をつけた方がいい。なぜか、いいですか？夜中ね、ゆっくり受験するなんていう学部はないわけなんです。いいですか？ないわけなんです。とすると、朝型のリズムにしなきゃいけないんです。はい。つまり、朝に強い人間になりましょうねっていうことになります。で、これはどの職業でも大体、日本の職業の場合は大体同じです。夜中強いっていう状態で職業がありますかって言ったら、なかなかないんですね。だから、朝型のリズムにしてあげましょう。勉強ってのは全部そうですけども、朝きちんと起きて、そこからブーストをかけられるかどうかというふうな形になるので、朝型のリズム、バイオリズムをきちんと要するに整えておくということが、この冬休みにやっておかなきゃいけない、絶対にやっておかなきゃいけない一つというふうな形になるわけですね。よろしいでしょうか。だから常に一緒です。基本的なことができない人は勉強をする前の段階で詰まっているから、毎日要するにきちんと朝起きましょうねという形になります。で、皆さんも考えてください。夜中要するにたむろしている優秀生って見たことないでしょ。その夜中コンビニの周辺うろうろしてるとか渋谷や新宿でフラフラしてる優秀生ってほとんど見たことないと思うんです。中学生、高校生で。中にはそういう人もいますけどね。そこが基本的なことになってきますということになります。だから、もし冬休みの時に、毎日の生活リズムがぐちゃぐちゃになってしまうってなった場合は、これは体調面、精神面、そして学力面と。3つのところでマイナスが生じてしまうのでね、きちんと要するに生活リズムを整えておきましょうというふうな形になります。よろしいでしょうか。きちんとやるべきことをやって、入試を迎えるということが大事になってくるわけですね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。